どうも。KP どうも。こんばんは。どうやね。4日ぶりに風呂入りました。4日ぶりですよ。あとね、今日ついに、ランチタイムにね、ネギ豚タンを食べてきました。あ、ポンポンと。あ、チアリーダーズとかね。なんか今日ずっとなんか YouTube 見てたよ、また。また家でずっと YouTube 見てました。なんかヒカルの今日の動画でアルファード傷つけられたらしいですよね。ヒカルもなんか車を傷つけられたらしい。まあでもあれはヒカルのリスナーじゃなくて通りがかりがやった臭いような感じでしたけど。いやー、いろいろね、YouTube 見てましたわ。どうも、こんばんは。ポンポンどうも。いやー、うまかったね。安いね。2000円。消費税込みでも2000円ちょいだったからね。消費税抜きだと1800いくらだったかな。ネギ豚タンめっちゃ食ってきました。でね、そこのお店がね、食べ放題で、そこのお店でオリジナルのシャーベットをこう、食べれるんですよ。それも食べ放題なんですよ。で、いろんなフレーバーというか、フレーバーとは言わないのかな。いろんな味があって、見てください。美味しそうじゃないですか。そのオリジナルシャーベット。一番色が濃いやつが、なんか、3種のベリーのシャーベット。で、白いのがグレープフルーツのシャーベット。で、黄緑色のがキウイのシャーベットで。で、しかもね、このキウイのシャーベットかなりね、ちょっとこれだと分かりにくいかもしれないけど、本物のキウイの果実がそこそこでかいのがね、中に入ってるっていう。それがまた美味しいんですよ。これめちゃめちゃ美味しいですよ。ここのお店がオリジナルで作ってるらしいんですけど。ランチタイムだと2000円くらいで、食べ放題の、しかも、いろんなもの食べ放題になりますから。悪魔サラス、モカリンさん。あとね、なんだっけ。結構いろんなもの食べ放題になって、まあ基本焼肉なんですけど。で、しかも飲み物も飲み放題なんですよ。その、2000円くらいって、ランチタイムだと、ね。普段だと3000円くらいなんですけど。そうで、あともう一個、ワンランク高いやつがあって、なんか4000いくらぐらいの食べ放題のがあって、それだとね、さらに一ランク上の肉が食べ放題になるんですけどね。こんばんは。いや、4日ぶりですね。風呂入りまして、やっと。4日ぶりにね、やっと風呂入ってきましたよ。まあ、特にね、悪い相手もやることないんですけど。今日もずっと YouTube の動画見てた。いやー。最近なんかね、面白いもんがないな、本当に。YouTube もなんかそんな、ずっと言ってるけど、あんまり面白いのが減ったし。まあ、ネタ切れなんだろうけどね。面白いのがほんと減ったな。
うん。パパパな。親は普通ですね。いやああ、でも枠つけてももうやることないからな。どうしようかなって感じですけどね。うん、ああ なんかなんだろうな、なんか なんか YouTube も変わってきてるな。なんか本当に先にみんなが見たくなるような動画を上げてた人が固定リスナーを作って何やっても見てくれる固定リスナーっていうのがある一定数いるから、もうその人たちで持ってるって感じだよね。なんかその、まあそれなりのクオリティの動画はやっぱ上げてること多いけど、でもそんな別に飛び抜けて神回っていうのがほぼなくなって、なんかそんな感じじゃない？なんかもう。ああ、モカリンさんから、オーマイガー、オーマイガー、オーマイガー、ハラブドー、セキュー、オーイトズ、ビリゲイツ、ソフトバンク、ソンバザジ、やったー、ありがとうございます。ありがとうございます。ポンポもどうも。なんかほんと、なんかね、そんな感じなんだよね。うん。ヒカのドバイ配信みたい。いや、見てないっすね。あれでしょ、与沢翼とかとのやつでしょ。与沢翼とね、対談してるのはね、半分ぐらい見たけど。うん。うん。今日はね、お昼過ぎぐらいに、焼肉食べてきてね、結構限界まで食ってきたんで、食べ放題だから。だからそこまで腹減ってないですよね。結構やっぱ肉とかをがっつりお腹いっぱい食うと結構腹持ちするじゃないですか。そんな腹減んないですよね、今。昼過ぎぐらいに食ったね。確かね、ランチタイムがね、3時ギリギリまでなんです。11時から3時までに入ると、90分だったかなぐらい食べ放題なんですけど。で、まあ3時ちょっとギリギリぐらいに入った。2時50分ぐらいに入って、で、そっから結構食べてたんで、まあ、それでね、結構お腹いっぱいまで食ったんでね、やっぱ腹持ちいいっすからね。うん。いや、一人っすよ。一人で食べましたね。うん。うん。どうも、こんばんは。うん。いやなんか面白いことないかな。面白いこと。うん、ああ、チョフーゴさんから10倍出た。大江花火10倍。いやた。お前が、お前が、お前が、アラブのアセキュア。あれ、ちゃん来た。アラブのアセキュア、ウィダーズ、ビリエイツ、ソフトバンク、ソーマダシ。いやた。レンチャーです。1個10倍出ました。やった。15% で10倍が出るんで。うん、やったぜ。うん。ポンポンもどうも。なんかやることないかな、ほんと。なんかもう、毎日がなんかやることないんすよ。
ああ、もうカリンさんからお前アラビやったお前がお前がお前がアラブの和石はおいだぜビリーズソートバックサママたちやったやった応援アイテムが来ている。ありがとうございます。何気にこのね、応援アイテムがね、ノーマルなやつよりちょっとだけ考えついんでね。ポンポンもどうも。花火だとね、500円のところ、なんと応援花火だと550円くるっていう。50円ちょっと多いんですよね。一発でもね。やばいな、あくびがすごいな。なんかなんだかんだみんな投げられるもんなんだな、本当に。あ、匿名の方、いやたー、8個。なんだっけ、この、ふわっち対象です。私もやることない。ねえ、やることないっすよね。なんかさ、なんだろう。人間ってさ、生きてるとさ、結構やることあるなとかさ、楽しいこととかある時もあるんだけど、なんもない時、本当になんもなくない？わかる？なんかまあ当たり前の話なんだけど。なんか波あるよ。なんかさ、本当にさ、なんかいろいろやることあるとか、なんかある程度充実してるっていうか予定があってね。予定があって充実してるみたいな時もあったりするんだけど、なんもない時本当なんもなくない？あ、ハートどうも。あー、ジョーモカーリーさんからお花見来た。やったー。お前が、お前が、お前が、アラブの石油王、ウィンドズ、ビル・ゲイツ、ソフトバンク、ソーマズ。やったー。ありがとうございます。おー、花火来てやった。ありがとうございます。でかいな。老後みたい。あとさ、俺さ、なんかこれあんま食に興味があんまなかったっていうか、まあ家ではね、ろくなもんしか食えてない。昔からろくなもん食えないかったんですけど、もうなんか別にそんな、うまいもん食うぐらいだったら、なんか高い金出してうまいもん食うぐらいだったら、なんかそのお金を何か他のものに使いたいなぐらいに思ってたんだけど、なんか年をある程度重ねるごとにね、なんかその食に芽生えてきたんだよね。なんか食べたいものに結構お金使ってもいいやぐらいに。逆になんかその、他にお金使うところがあんま、まあギャンブルとかはするんですけど、それ以外でなんて言うんだろうな、なんかその、なんかね、食に今までお金使うのはどうかなと思ってた時もあったんだけど、今はなんか食いたいものにある程度のお金を出すのはいいかなって思ってきてるっていうか、なんだろう、なんか前よりも美味しい食べ物を食べることに興味が湧いてきた。はい、挨拶の誕生の夜、まあ挨拶というかコールなんですけどね。それはね、投げてくれた人に対して、お前がって、まあ、あなたがってことですよね。あなたが、ね、アラブの石油王や、Windows のビル・ゲイツや、ソフトバンクの孫正義のように、お金持ちの、つまりその3人ってお金持ちってことじゃないですか。お金持ちの精神の持ち主ですよという、お金持ちと考え方一緒ですよっていう意味のコールですね。そう。なんの、なんか、やっぱりこう、人ってさ、特になんか見返りがあるわけでもないのに、まあ、特にこの配信なんてさ、無料で見れるのに、お金を投げるわけじゃん。この花火とか投げる人は。しかも結構な大金だと思うんですよ。人ってね、こう自分のために、例えば花火一発1000円ぐらいするじゃないですか。自分のために1000円を使うのって別に大した贅沢じゃないと思うんだけど、人のために1000円を使う。しかもこう友達とかからじゃなく、なんか本当言ってしまえばね、こう、会ったこともないわけじゃないですか、リスナーとはね。会ったこともない、しかも無料で見れるものになんか投げ銭をするっていうのは、これってもうお金持ちの精神だという。
そう、お金持ちって結構そういうことできるじゃん。そう、例えば孫正義さんとかね、とんでもないお金持ってるから、大震災の時とかに、なんか何千億、だから1000億だから2000億ぐらいなんか確か昔募金してたと思いますけど、お金持ちってなんかそういうほら、なんていうの。なんかこう自分の贅沢とか、自分の生活や贅沢が、自分の生活や贅沢とかが、もう賄えるぐらいのお金は余裕であって、でもお金が余ってるからこそ、なんかこう、そういうふうな、なんかあんま見返りのないものにもお金を使えるみたいな。それが多分お金持ちの精神みたいな感じだと思うんだけど。うん。だからまあ、そういうお金持ちの精神と一緒だねっていう、あなたの考えはそうだねっていうような意味を込めてのコールなんですよ。まあ、ちっちゃめに僕が考えたんですけど。はい。あ、ポンポンどうも。そうそうそう。いや、なかなかね、やっぱ無料で見れるものにお金投げるってなかなかだと思いますよ。うん。うん、まあ、自分のために1000円使うのは別にそんなためらわない人もいると思いますけどね。そんなね、自分のためという感じでもないじゃん、その投げ銭って。まあ、言ってしまえば自分に何かしらこうメリットがあるっちゅうメリットがあるわけでもないのに、そこにこう使えるのは、やっぱそういうお金持ちの精神なのかなという意味ですよね。